おはようございます。冒頭一点申し上げたいと思います。昨晩、タイのバンコクで、対面ではおよそ3年ぶりとなる日中首脳会談が行われました。日中関係の発展に向けての第一歩となったことを評価したいと思います。またアジアの平和と安定および国際的課題に対して首脳間で意見交換したことには大きな意味があったと思います。会談ではウクライナ情勢をめぐりロシアによる核兵器の威嚇について核兵器を使用してはならず核戦争を行ってはならないという見解で一致したと承知をしております。また岸田総理から中国の日本近海における軍事的活動への懸念や台湾環境の平和と安定の重要性などが述べられ日中安保対話等による意思疎通の強化で一致したと承知をしております。今後の共通の諸課題について率直な対話を重ねていくことが重要だと考えております。そのためにも首脳間あるいは外相間等とハイレベルでの対話を前進させていくことが重要であります。合わせて与党間交流や議員交流また国民間の交流などさまざまなレベルでの交流についても期待をしたいと思います。私からは以上であります。こちらのご質問がある方はお願いいたします。日経新聞の中村です。衆院小選挙区の10増10減を含む公選法の改正案についてお伺いします。本日 の参院本会議で、公選法改正案が成立する見通しですけれども改めてになりますがこれについての受け止めそして変化があればですけれども自民党との選挙区調整定数が増加する小選挙区について意欲を示されていると思いますけれども擁立の意欲を示されていると思いますけれどもこれについて の考え方をお伺いしたいと思います。はい。最高裁から違憲状態と指摘をされた1票の格差を是正するために、小選挙区の1票の格差を2倍以内に収められるよう、アダムズ方式を導入する法案を、作ったわけでありますから、今回の区割り法で、投票価値の平等に向けた前進がなされるということは評価したいと思います。関連により小選挙区の定数が増える地域については公明党としても積極的に擁立を目指す考えを表明しておりますのでその考えに変わりはございません。今後具体的に法案が成立すればですね自民党さんとの協議も進んでいくのではないかなというふうに考えておりますが与党として議席を最大化できるようしっかりと協議をさせていただきたいと思っています。共同通信の杉山です。関連でお伺いします。今回の、公選法改正案について衆院の特別委員会は付帯決議で区割りのあり方を検討するための与野党協議の場を設けると採択しています。この与野党協議のあり方についてのご見解と公明党としてこの協議にどのような方針で臨まれるのか、考えをお聞かせください。はい。付帯決議で盛り込まれたと、ただそれは努力義務になってたかと思いますけれどもやはり常に選挙制度っていうのは見直しをしていく必要性はあると思いますね。時代の状況等も変わってきますし、そういった意味で、常にこの点検をしていくということは重要だと思います。公明党としても積極的に参加をしていくつもりであります。朝日新聞の小野です。関連でお伺いします。流動する選挙区に積極的に候補者を擁立していくということですけれども、具体的にそのどういった人材を擁立し立てていきたいかその若手なのかベテランなのかどういう資質を持つ人を立てていきたいかもし現時点でお考えがあればお聞かせください。統一的にベテランだあるいは統一的に若手だということは特に決めているわけではありません。言えるのは小選挙区で勝てる人材を
やっぱり立てなければいけないというふうに、まあ、仮にですね公明党がやるとすればですね、そういうことかと思います。毎日新聞の畠山です。よろしくお願いします。話題変わりまして、冒頭の日中首脳会談に関連して伺います。幹事長も話の中で、まあ、与党間の交流を、まあ、今後さまざまレベルでというお話もありました。代表も先ほど の参議院の議員総会で、まあ、同様の趣旨のことを述べています。今後公明党としてですね、まあ、党幹部なりが訪中されるという、まあ、こういったような予定なりまた意欲等あれば教えてください。はい、特段なんか決まった予定はありませんけれども、分かれたより公明党党として独自に訪中等も行っておりますから、まあ、チャンスがあればですね、そういったことも模索をしていきたいと考えています。産経新聞の大島です。よろしくお願いします。防衛装備移転の3原則について自公が運用指針を見直し条件緩和へ調整していると一部報道がありました。これについて調整状況などの事実関係と合わせて公明党の3原則についての考え方スタンスについて改めて確認させてください。それについては今日確かワーキングチームで議論されると思いますので、そこで、公明党としての考え方を正式に申し上げる予定でございます。テレビ朝日の平井と申します。よろしくお願いします。旧統一教会の被害者救済法案についてお聞きできればと思います。本日午後与野党6党の幹事長会談が予定されていると思うんですけれども、まあ、これからのそれをきっかけに議論が本格化していく内容ではあると思うんですけれども、現時点でこの会談に期待されていること、また公明党として強調したいというか大事にされたいと思われている部分があればお聞きできればと思います。はい、旧統一教会の被害者救済、また新たな被害防止対策、まあ、これについてはですね、なるべく早急にやる必要があるということでは、まあ、与野党でやっぱり一致していると思います。まあ、この度政府が、まあ、今国会法案提出に向けて、まあ、今日の午後、まあ、法案の概要を示されますので、野党の皆さんにもご協力いただいてですね、なるべく早期の成立、まあ、まずは提出をしなければいけませんけれども、国会に提出したならばですね、早期の提出成立をですねへの協力をお願いしたいと思いますし、また今日具体的な概要の説明をお聞きしますので、野党の皆さんからもご提案があればですね、率直に政府の方に出していただきたいというふうに思っています。NHK の佐々木です。寺田総務大臣についてお伺いいたします。政治的お金の問題が相次いで報じられている中、まあ、今週に入っても新たな話題がまた出てきてという状況で、まあ、野党が辞任を求めているという中なんですけども、ご本人は辞任を否定されているという状況です。こうしたこう問題が相次いでいるというところについての幹事長のお考えと、また大臣の資質についてお考えあればお願いいたします。次から次へといろいろ問題が出てまいりますけれども、まあ、いずれにしてもさまざまな問題等が指摘された場合はですね、しっかりと説明責任を果たすということが第一かと思います。で、政治家の出処進退は自ら判断するというのが、これは私の考え方でありますので、ご自身が判断すべき問題だと思います。日経新聞の中村です。被害救済の法案についての話題に戻ります。法案の概要が幹事長会談で示された後、公明党としては今日の午後にですね、消費者問題対策本部を開いて法案について説明を受けるということだと思うんですけれども、今回野党各党に示して議論になるというところで、どういった点をしっかりと議論していくべきとお考えになっているか、この法案についてお伺いしたいと思っております。やはり、被害者救済ということもありますけれども、新たな被害を出さないということがこの新法のですね、大きなやっぱり、目的だと思います。そこがしっかりと
そういう目的が、ね、果たされるような実効性がある、そういう中身を期待をしていて、期待をしているところであります。毎日新聞の畠山です。救済法案について関連して伺います。現状の協議の様子を見ていると、さまざまな協議体がですね、協議の様子ね、乱立しているような状況というふうに見受けます。国民、特に被害者からすれば、早期のいわゆる法案提出とかですね、成立を多分望む声も多いと思うんですが、こういった現状をまた、まあ、もう一つの協議体にすると、まあ、こういったの考え方もあるかもしれませんが、その辺 あのお考えを伺います。まあ、それは経緯がある話で、この国会初めの方はまず政府が新法を閣法で出すという考え方を示していませんでしたから、まあ、政党間での協議ということになって、立民維新が、法案を提出してましたからね、それに対する評価も含めて政党間での協議というのが、まあ、始まったと、その途中でと言いますかね、その後政府が新法を国会に自ら提出するというふうになりましたので、また新たなフェーズに入ってきたということなので、そういういきさつの中で、いろんな協議体があるということかと思いますが、基本は加工ですから、中身については政府が責任を持ってやることでありますから、協議といっても基本的にはやっぱり政府が野党の皆さんのご主張等はしっかり受け止めて、それをどう反映できるか検討されるということかと思います。読売新聞の森山です。衆院の広島3区について伺います。自動中原では増員になる、県がある一方、原因になる県も多数あると思います。で、広島3区については前回の衆院選で、自公の協議の末ですね、自民党側が比例に回したという経緯があります。で、改めて広島3区次期衆院選の対応方針について、ご見解あれば伺います。はい、私どもとしましては引き続き公明党で小選挙区を戦わさせていただきたいというふうに考えています。以上で、幹事長の会見を終了します。はい、ありがとうございました。